セコい大人は、うん、大概コンプレックスに今見れてるよねだからその,その音楽プロデューサーのやってる子たちに一番言いたいのはちょっと余裕出てきたら、うん、もうスタジオ作れみたいなどんぐらい作れるもんちょっとスタジオ作りたいです僕、まあ、みんなやっぱ純度の高いアートが正義だってすげえ思ってる空襲あるけど、ねうん、みんながそんな思ってるより純度高くできないよみたいな。うん ごめんなさい、企業秘密でですすよよねね今回オートチューンが多かったのはなんか時代とかの流れっていうよりはもう6個のビートの感じがそうならざるを得なかったみたいな感じだと思っててなるほど緊張はしたそうだから俺それについてすっきりなくて本番はもうアドレナリン出過ぎて「もういけるいける神の領域みたいな感じで帰り動画をちょっと見ようと思ってどんなもんって思ってそしたら あーこいつめっちゃ瞬きしてるみたいになってやっぱ天才だと思うやっぱ自分で <music> はいということで今回のゴールデン・ラッシュパーキャストのゲストはデッド・スタックですよろしくお願いしますおはようございますおはようございます いやとりあえず悔しい思いもあるかもしれないけどおめでとうございますでもファイナルまで行って初めてでしょ応募したのいや実はこれちょっとあって俺ちょうど去年のラップスさんの時にニューヨークにいてその応募期間にあなるほど俺は出すつもりなくてもちろん制作ニューヨークでて忙しかったからそんで清木とモナミシェイダーと一緒にいてうん 俺は出さない、もう面倒くさい、もう今制作でやだから、絶対清きが、いや、だ、俺出すからみたいな。お前も出せや、みたいに言われて、<laughs> で、毎日朝8時に起きて、うん、こう。もうスタジオ行くみたいな生活だったんだけど。すごいね。その合間に、こうなんか秒でバババババって取って出したんだけど、まあ、実は落ちてるっていう。あ、そうなんだ。いや、えー、それ知らなかった。実は。えー 今回じゃあ雪辱の雪辱っていうのは雪辱雪辱の話わかんないけど <laughs> まあ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 ううまあまあそんな感じだえー、どうでしたラップスターちょっと応募してみていやおも,もうめっちゃおもろいおもろい、まあ、みんな絶対みんな出た方がいい <laughs> マジでおもろいあれマジでおもろいからあれ本当にマジでおもろいマジでおもろい,もろいえ出るこれさわかんないこれさ見てる方々 これちょっと言いたいかどっかちょっとかなんいんけど見てる方々はあんま分かんないかもしれないけど俺はさデッド結構知ってるからさ結構ビジネスマインドなわけビジネスマインドやっぱさラップスタイル勝ち上がるためのさこう方法とかさ作戦みたいなの考えてる人や作戦はあんまでもなんか<う>ん作ったらいけるでしょうみたいな感じだったからなんかクいう作れるんでしょうみたいな感じで <laughs> 進んでったみたいた <laughs> あそうなんだじゃあ割といつも通り制作して曲作ってくいる <laughs>、うん、特になんかめっちゃ意識してたりとかは特にまあでももちろん,なんかある程度例えばなんか超、あのー、エモい曲作ってもしょうがないじゃんみたいなのもあるからまあでもそのなんか自己紹介っぽいイメージはあるけど基本的にはもうなんか自由に作ってへえ<ー>、うん、なるほどですねまあちょっとやっぱあのー、もう皆さん聴いてると思うんで曲はね 圧倒的にメロディーセンスとプロデュース力半端ない。随一、こちらはこのもう曲を、ね、あのブレイクダウンしていきたいなと。そこをやっぱ知ったらもうちょっとこのデッドの人間が深掘れるんじゃないかと,いうと,と話していきたいんですけど、はい、まず応募動画ですね。はい、音の上じゃ全部が思い通りで、でも現実では思い足取り21から始めるストーリー、少しずつ先き始めてるつぼみは、これはどういう意味でしょうかそれは、うん まあ、プロデューサーだから音のうえじゃ全部思い通りでも普通に現実ではこうまうまくいかないこといっぱいあるからそうだね思い足取りっていうまあただそれだけだけっていうで二十一からあそうか今そこまでだからうん言うよあそうそうで二十一歳から俺がちゃんと音楽始めたから二十一から始まるっていうで徐々に何かいろいろうまくいってたからはいはいはいっていうまあそんな二十一から始めたのっていうかまず。 そそうそう20から21その辺プロデュースから始めたのビート作り始めたのがその辺へえー、なんでビートを作り始めたんいや普通になんか暇コロナで暇だったからああ<ー>そうコロナでそう大学なんかそのダンスやっててダンスだはいはいはいでまあ大学行ってもダンスってやってダンスやって、うん、飲み行って、ままあ、授業行ったり行かなかったりみたいなのが2年ぐらい続いてて結構 でコロナになりましたはいもう全部ダンスもダメです練習もできませんバトルも出れませんイベントもありませんってなって地元にいないといけなくてうん暇だなと思ってうん、うん、じゃあビート作ろうみたいな作ってみようみたいなへえ別にま音楽楽器とかは結構弾けると思うんだけど、うんうん、ビートとかそれまではあんまり興味なかったんだいやなんか高校生の時に本当にやってると言えないぐらいのお遊びのなんかハウス ダンスミュージックを作ってみ、はい、たりとかはあったけどけど別にそれをどこに出すわけでも、うん、SNS に発信するわけでもなくただ主人作ってなんかまあみたいなのはあったけどそうん、うん、あそうなんだ、うん、えダンスはヒップホップのダンスやってたねいや俺も全然関係ないポッピンっていうああこういうこういうああそうそうそうあそうそうそう,うい、ね、そうそうそうっそうそうそそう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 そ、えー、うそ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 う うん、ヒップホップは好きだった<ー>中もうてか小6中1ぐらいから何聞かれめた最初はあでも俺は聞いたっていうか最初もうみんな大好きラップバトルラップバトルかそうかそうかみんな大好きラップバトルはい,はい,はい、はい、小学6年生の時にフリースタイルにを見てみたいなスカイハイとかああ<ー>んかそういうバトル以前の,バあのフリースタイルはいはい、はい 今みたいなバトルブームの前のやつを見てなんかおすげえみたいな感じから最初入ってな,、うんうん、なるほどね、うん、まあこれでプロデュースしてで少しずつ先始めてすごい目ってまあ多分前回実は2回目だもんね、うん、実は2回目 2> 実,は2回実は2回目で見てほしいんだけどあのー、あれね「ライフゴーゾ e で結構ガッてって「ライフゴーゾン。ライフゴーゾン e g o e ライフライごそう、フごゾンでゴパーっと行ってそこもうの話もしてるのかな、やっぱうん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 だからなんかバースでーってたのははいはいはいとか言ってるそうそうえっとメ最初はメレヘなんかまたち一度稼ぐヨークソードポイントマっていうまあ普通にちょうど作り始めてやっぱ始めて一年ちょいスぎとか一年半ぐらいの時にライフごーゾ出してそれまではなんか ま、ちょっとお小遣い程度に稼いでたのがうん、うん、そっから、まあ、ご飯が食べれるぐらいまでなってその勢いでそのちょうど出たのと同じ時期ぐらいにかな、うん、多分ニューヨークとか行って制作やって1週間とかバーっとこもって制作みたいなのがあってソウル行ったりとかその後韓国行って制作したりとか海外行って。 やってたよみたいな。で、スタジオ作ってみたいな。はいはいはい。去年だから常に動き続けてるよみたいな。うん。ナブスタジオ。ジオこれがえっと、去年作っただから2023年。2020? 3年。三年,年にタクソンっていう中にプロデューサーと作ったのがナブスタジオ。ほう。それは何もう自分たちでお金出し作った。そう。そうお。自分たちで。 まあ、借りたりたたもしたけどそう自分たちではい、はい、なんか基本的に俺結構おと大人の人とあ会うのも好きでだし、まあ、そういうビジネスサイドの話すると、まあ、どうしても大人が出てくるけど何かここだけはこういうなんか場所は絶対、まあ、自己資本っていうか自分でやりたかった自分たちだけでやりたかったのがなんかあって大人いるとやっぱ言われなんか言われたりするから入ってほしくないから自分たちでっていうのが結構こだわって。 そそそうううすごいねえっでもさスタジオ作る作りたい人とかもいると思うんだよ見てるんらどういうふうに作ったとかってんかちょっと教えてもらうことできるどういうふうに作ったんかこれはもうごめんなさい企業秘密ですよねですよねスタジオの作り方はちょっと企業秘密えっ o じゃこれはどんぐらい作れるもん ボールパークでいいよ、全部で言わない。ゼロからみたいな。ゼロから。ちょっとスタジオ作りたいです、僕。俺が今、スタジオ作りたい、俺。ある程度、ちゃんとしたレコーディングもできて、マスターミックス全部できます。マスターミックス全部できる。うん。まあでも、車、新車1台ぐらい。うん。おー、新車。まあまあするね。ちゃんとしようと。確かにね。うん。それぐらいか。いや、でも。 やっぱどうスタジオ作ったらやっぱやりやすいかい,いやもう全然違うか<ー>だからそのこそ音楽プロデューサーのやってる子たちに一番言いたいのは、うんはい、まあちょっと余裕出てきたらもうスタジオ作れみたいなああそれはなんでいやもうそ逆にないと進まねえみたいな、うん、だから例えばそれこそ誰かアイザも来たことあるじゃん、うん、とか例えばなんか別に 制作だけじゃなくて人間が集まる場所なるほど、ね、コミュニティになるからかそれこそ誰かがたまたまちょっと知り合いのなんだろうアーティスト海外から来てるから呼んでもいいとかそういうのがめっちゃ始まってなるほど、ね、超もう動きが活,活性化するっていうか。うん だからもう絶対あった方がいいよねみたいな<ー>でそれは人の場所じゃ多分できなくてそういうことね誰かの家とかじゃなくてスタジオ誰かの家とか誰かの例えばなんか会社が持ってるスタジオとかだと、うん、うわちょっと予約入れんのやりづれ急になるけど、はいはい、自分たちのだったら「おいつでも来ないよ」みたいな感じでできるから確かに,確かにそっから始まるクリエイティブみたいなのがめっちゃ多いって思う、はい なかなかさそこまで、まあ、言い方ちょっと難しいけどさ、うん、スタジオスクロー作りたいっていうこと、うん、なんかこう、まあ、卓力とか、うん、そういうのは結構考えてる人いっぱいいると思うけどスタジオスクローまで考える人結構少ないとは思うんだけど、うん、やっぱ作った方がやっぱり いいよね絶対絶対もうほんとチェーンとか買ってる場合じゃねえよみたいなマジでチェーンとか買ってる場合じゃねえな当に。まに今なってねいろいろ買い物とかするけどだったら最初あれでやってきたらもうテスタジオ作って方がいいよみたいなまあそれはラッパーの人はどうか分かんないけどプロデューサー少なくてもそうねプロデューサーっていうのはビート作る人ってこととかまあそうだねビート作る人。 とアーティストプロデュースするような人たち。そう,そうそうそう。なるほどね。そっか、はい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 まだたん、ね、シーンを変える必要もーい。この声で、俺の音で遠い世界へ。I make a splash, no one can catch up.200 on my dash dash, しない back 置 e いてく天才ぶるそこらの crackhead。<Yeah. S 1> ここ結構、まあ、ちょっと、なんていうんだろう。まあ、ちょっとパンチラインだと思うんだけど。うん、ちょっとこれ聞きたい。 I make a splash これはどういう意味かってたぶん知らない人いっぱいいると思うんだけど、うん、どういう意味なのえなんかちょめっちゃ直訳のななスプラッシュ、うんまあ、となんか普通にかますかますみたいなノリ、はい、のなんかスプラッシュもあってノモキンキャッチアップは、まあ、そのドゥアンジュアダッシュ、まあダッシュボードに200キロ、うん、ブンブンみたいな結構ノリっぽいなんかそんな実は深くないみたいなでまあ忘、うん、れないバックも <laughs> <laughs> あ置いていく天才ブル <laughs> そこなんか分かんよね <laughs> <laughs> 俺は結構ソーバータイプあなるほど、ね、だから基本、うん、的に制作どしらふでやるからそんな,なんだろうそんなトリップすることに興味がないからうん、まあ、お酒とかは好きだけどとお酒とタバコ以外全くしないから、うん、なんかそのちょっとねドラッギーな感じで。うん ちょっと天才感出してる人とか多い,、うん、多い業界だから、いや、別に天才じゃないっすよみたいな、<laughs> いや、俺、シラフで全然いけっからみたいな、<laughs> 才能足りてないだけじゃないみたいな、ありも含めて、天才ぶる <laughs> ぶってるクラックヘッドの皆さんに一応言ったみたいな、うん、ちょっとそう、パンチのあるあれかもしれない。まあそうだよねやっぱ天才だと思う、やっぱ自分で。うううんうん、うん <laughs> もう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 どこで思うんですいやいいねうん潔くていうんそうだよねそういうところでそう思うねやっぱどういうところになんか何なんだろうねいやんかんでって言われたらなんかそれ説明するの超嫌なんだけどいやだからなんかあんま いやだってこうなんかえでも単純にやっぱその結構遅く始めて、うん、はいはいそうだよねここまでなんかスピーディーにキャリア詰めたのも、うん、まあ天才っていうかま考えながらやってる、うん、のもあるしうん、うんうん、だからわかんないもうてでも天才天才 <laughs> うん。 だからだから俺はここまで来てよってことだ。なるほどっすね。いいね。そこまでやっぱなんか言えてる感じの人の方がいいと思う。普通に、いや、まあ普通に、まあ天才ってことはあんま俺は使わないけど、でもむちゃくちゃ頭いいと思う。だって俺は個人的にはめっちゃ思う、まあ天才なんだよと。むちゃくちゃ頭いい。びっくりする頭いいもんね。本当に。高学歴いや、全然もう高層、まあ大学辞めちゃった。辞めちゃったところだけさ。 いやまあ大学とかはいいんじゃないですか言えないじゃんそれは。やめとこやめとく。そんなめっちゃあれ何とかんていうのすげえとか全然言ってないから勉強自体はすごい苦手で中高がどっちかっいうとめっちゃそのもうお勉強みたいな。俺の友達とかはみんなねえんか。 東京ユニバーシティーみたいな、みたいなとか、KO パンパンパンみたいな感じで行って、俺はなんかもう、うん、すみませんみたいな、僕勉強できないですみたいな感じのスタンスでやったから、<laughs> うん、別になんかその勉強がめっちゃできるわけじゃない。全然。普通に頭がむしろ苦手みたいな。むしろ苦手だ。まあでも結構わかるけどね、俺、あれもできない方ではなかったけど、でもまあ、あんまりこう興味はなかったから。うんうん、でもなんか 考えるのは好きだからそういうところがからだからアイザックもなんか分かるなんか,そなんか,かめっちゃ考えてる系というか実は考えてる系というか実は考えてますいやでもなんかやっぱ考えてないとさなんかまあ無理無理無理だと思うんだよね無理なんかこういうコンテンツ作るとか無理無理無理い, <や S 2> <laughs> いやマジでみんななめちゃダメだアイザックのこと思ってい,いや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  <laughs> いやいやいやかやい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  ちょっとだって言葉選ばなきゃいけないと思うけどやっぱさ勝負図エンタメってさ気合でどれかなる世界じゃないというかさ結構こう間違いない一握りしか入れないわけじゃんね間違いないで結構こういろいろ考えて多分上に行ってる人たちっていうのは自分で考えてるかは周りの人が考えてるわけじゃん絶対だからそこなんか忘れちゃいけないなってめちゃくちゃ思うビジネス的な感覚というかうん絶対必要うんっていうのはどっかで介入してきちゃうからそうだよねなんかどのんていうんだろう どの業界でもそうだけど、うん、まあみんなやっぱ純度の高いアートが正義だってすげえ思ってるなんかこういうなんか風習あるけど、ねうんうん、みんながそんな思ってるより純度高くできないよみたいな,、うん、な,なんて言うんだろう最終的にはみんなが広ま,広まってみんなが手,の手に届いてる時にはうん、うん、もういろんななんて言うんだろう知恵とかそういう策略とかいろんなものがこう乗っかった上で最後。 みんなのところに届いてるわけでもちろんアンダーグラウンドシーンは違うけどそうっていう意味ではむずいよねってその考えないといやなんか結構さ、うん、あのいろんな人と話しててもう結構よく聞くのがさ「まあ、とりあえずかっこいいの作ってれば売れるべ」みたいな、うん、結構言ってる人多い気がする「うんうん、とりあえずかっこいいの作るが一番」みたいな、うん、っていうこの言葉についてどう思うとデッドの個人的な見解ってい,いやだか,かっこいい作ってるのは正義だけど、うん、まあめっちゃ極論 そのアマゾンの密林の中でめっちゃかっこいい曲作ってもうどうもなんなくないっていう <laughs> 確か<に>まあ局論ね、うん、本当にそんな感じだから、うんまあ、SNS もあるからって言うけどけどね、うん、そんなすぐ見つかってとは思わないから絶対その伸びてってる人っていうか、うん、評価を得てってる人間は少しは絶対そういう工夫をしてるはずというか。うううん、うん、うん、うん う思うかな,なるほどですねちょっとこれ結構なんかプロデューサーだからこそこう言える部分なのかなっていうのは、うん、まあちょっと思いましたはい,はいこれがまオートボードーガのサイファーですけどサイファーは,だ,、はい、ァーはだからこれもなんかどこまで話すのいろいろあって、うん、ちょっとテイク数が多くてあそうなんだ で俺の番がなかなか回ってこなくて言われても「大丈夫大丈夫頑張ろう頑張ろう」みたいな感じで進んでってその間俺一番最後だったからトレイだったから、ね、全然歌えなくて「頑張れ頑張れ」とか「大丈夫大丈夫」とか何かやっても「マジで気にすんな」とか,んか部活っぽくやっててでうまく回って最後俺の番来てとうとう、うん、じゃあ今度は俺が久々すぎてその4回ぶりぐらいやったから <laughs> 口かパッサパサで俺が噛むっていう。あっ やってだからでもそのすごい楽しかっためっちゃ楽しいサイファだったサイファだったと思います仲いいのあの辺とかみんなさ結構さラップスターみんな一応さライバルのわけやんね番組で誰が勝ち上がらなきゃ勝ち負けがどうしても気持ちがい番組だからその中の雰囲気っていうのはどういう感じだったでも他のグループはわかんないけど A はもうめっちゃ良かったもう超雰囲気よくてもう お友達みたいなすぐなって全然なんか私俺もそのなんかでタイプでもないからそんなこうとがり散らかすみたいなタイプじゃないからなんか別に全然仲良くすればいいんじゃないっていう逆にそっちの余裕があっていいんじゃないですかみたいなリラックスしてリラックスして自分のベスト出せるみたいなうんうんなるほどねそういう感じだったんだそんな感じえそっか次はかなフットステージ行ったのかなフットステージ ウッステージ行っっったたた決まどうだったあでも逆に意外だったかもしれない。んだろう結構アプローチ的に、うん、まあ結構こう賛否論ある話で、はい、どっちかっていうと R&B っぽいんじゃねえかみたいなとことかんなんか俺的にも自分のレパートリーの中でも割とどっちかって言ったら R&B ヒップホップ寄りの。 暴れったからまあその見方によっては落とされる可能性もあるかなみたいなのは思ってたからちょうどその時俺友達とボぼいててメール来て「ふとせいじ行きました」つって「おまじだ」みたいな感じで「あお行くんだ」とか思いながら何話そうかなみたいな感じで友達とも話してネットでどういう話しようかなみたいなそういう感じだったんだ割とじゃあ意外だったんだ まあ,あまあでも半々だったからその時は,いは,いは,いはい、はい、ここで消化されるんだったりいけるしこれ消評価されないんだったりいけないだろうなっていうだからなんて言うんだろううん本当に別にどっちでも気持ち的には大丈夫だったっていうか落ちてもなんか「おーん」って感じだし「おかえりしたらおーん」ーカスローンみたいな <laughs> <laughs> でもさ今年のラップスター特にさうん、うん、結構こうオートチューンとか使う人が多かって心外よる人結構多かったイメージがあって。うん なんか今までのラップスターとはちょっと違うじゃん。うん、ビートとかもハイパーポップとかも変わったりとか。うんうん、なんかそういうふうな変わり方というか、うん、なんていうんだろう。こう、まあ、ちょっとあんまなんか名前出すのないかもしれないけどさ、多分まあいいや、言ってもいいや。例えばさ、イローバックス君とかさ、多分さ、え、これラップじゃなくないですかみたいな。結構言ってた,したなんか結構さ、明らかさ、こう、オートチューンとか結構使ってる。 とこころのの審査の時はあんまこう上がってないというかさなんかちょっと分かりやすかったと思うんだけどそういう何て言うんだろうな移り変わりじゃないけどまあ要は今までさアンダーグラウンドラップでゴリゴリスピットするのが正義みたいなところからさ高校オートチューンを使うような人たちが増えてきてっていう今の時代の流れだと思うんだけどその流れについてどう思うプロデューサーとして。なんか結構思うのはその今回オートチューンが多かったのはなんか。 時代とかの流れっていうよりは単純にもう6個のビートの感じがまあそうならざるを得なかったみたいな感じだと思っててだからなんだろうオートチューンの人口がそもそもめちゃくちゃ多いからっていうよりは単純にまあすげえ細かい話するとビートの BPM とかドラムのなんか打ち方とか的にラップス スピットするパターンがもう本当に超少ないみたいなどのビート乗っても大体同じグループになっちゃうみたいなノリだったからそうすると審査員的にもやっぱみんな同じだからやっぱ見つけるのが難しかったんだろうなって逆にメロディーって結局ビートどうでもメロディーラインで差別化できるしだからまあ多分そこで単純にメロディーの方が引っかかりやすかったんじゃないかなみたいな。だから例えば 来年ビートがちょっとラップ寄りになったら全然応募者的にもまたラップが増える気もするなんて、はい、ラップラップしたのが増える気もするし逆に来年もこのビートの感じが継続したらまた多分メロディーが多くなるしみたいなうん、うん、どっちかっていうとそこの話でそっちなんだ、うん、なんか時代的に音チューンがめちゃくちゃきてますっていうよりは単純にビート6個の時点である程度なんか、うん、あまあメロが多いだろうなっていう感じだったっていう、うん、あそういうことだったんだ、うん、あちょっとそれは分かんなかったわ だでも,でも多分だからそうみんな多分みんなメロやんおもんねって思うけどうん、うん、まあもともとの6個のビートで多分ラップスキルが極端に高いか特徴的じゃないと映えないビートが多かったイメージがあるうあそういうことか、うん、てか変わったビートなんか何かあん多くなかったそう、うん、ビート店長とかさ多かったね<え>多かった難そうやなと思って難しそう、うん だ、ねうん、から逆にすごいと思うけどねと思ったけどそっかなんかラップスターはどういうあれでやったのかちょっと俺も分かんないけどまあなんか今回ちょっと特殊だったなってめっちゃうん、うん、俺が応募するってなったらめちゃくちゃ大変だろうなって普通難しかった結構周りでもビート聞いて諦めましたみたいな人も、うん、ああそうなんだ、うん、いやあれちょっとむずいわみたいないたやっぱそうなん人もいたからはい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 でも今回超レベル高かったよねそう見るとなんか平均で高くなかった高かったかも すごいネットで言われてるような、うん、まあなんて言うんだろうなすごい枠に収まってるけどうまいみたいな人は確かに単純にレベルは高かったはい、まあ、たね確かにそのなんだこいつみたいな人は少なかったのかもしれないけどうん、うん、だから単純に業界の水準がちょっと上がってるのかな、はい、とは思ったか、はい、へえやっぱだからプレイヤーじゃなてプロデューサーじゃないから結構プレ,プレ,プレ,プレイヤーだけじゃなくて プロデューサーだからさ、結構おもろいな、うん、その、なんか、見方という。すごいなんか勉強,勉強,勉強になるので皆さんこれ見てくださいね。<laughs> はい。ハハハまあそうね。オッケーじゃあ、フットセージいっちゃいますか。はい、はい。持ってたもの全部を今、ててでも、変える世界。もういらない戦ンボだたけじゃねえ、生まれた時からの命。俺がそのでかい仕事は、引き受ける。うんこれは まあでも割とそのままなんか俺はもう世界を変えてみたいなはいはいはいマインドで音楽やってるから,るからあ,あそうなんだでん、ね、そうで生まれた時から俺はまあ音楽すぐやっててうんうん、うん、からまあ生まれた時からもうそういう夢だったよねみたいなうん<で>だから俺がそれやってやるそう。でそのでかい仕事まあ俺でしかできないよねみたいなうん、うん、これちょっと結構ディープな質問だと思うんだけど、うん、世界を変えるっていうのは具体的にはどうしていきたいみたいなのなんか すげえ抽象的に言うと俺の関わる音楽のプロジェクトが世界を目で見て変えられるパワーを持っててほしいというかだからなんだろう例えば俺がすげえ好きなプロジェクトで結構まあなんかなんだろうなきな臭い。 時期なくさいんだけどウィアザ・ワールドとかああいうのって例えば俺はあれ学校の授業で見させられて最初、うん、多分小学校の授業かなんかでウィアザ・ワールド聞いてでなんかアフリカってこんな,んなん大,変だ大変なんですよみたいなのがあってうん、うん、でそれをこう見て当時俺はそのアフリカのそれを知ってるしまずうん、うん、っていうのでしかもそれで募金も超集まってみたいな状況があって。 それって、まあ、今のじゃ絶対できなないいよねみたいな例えばあ,<ー>だからある程度大きいアーティストになるっていう目標を掲げてなったとしても、うん、多分それはできなくて世界からアテンションをもらって世界からお金を集めて何か一個、まあ、世界が少しでも良くなることに還元するっていう動きは普通並大抵のことじゃ無理だよねみたいな。うんうん からそこまで行きたいみたいいみなそれは別にアーティストとしてもそうだしプロジェクトを作る側もそうだしっていう,ほうまあそんな感じの別にそれがなんていうの飢餓だったりとか戦争だったり単純に地震だったりとかわかんないけどなんでもとりあえずその,その場で自分がこうなったらいいのにとかこうみんなが思ってくれたらいいのにみたいなところをパッて自分の,そのキャリアで、うん 動かせるようになったらいいなっていう,うそういうなんかそういうことって感じなの、ねうん、ほう深いななるほどっすね。Catch me if you can 走ってるロード持つ赤く光るダイヤ Like d i c a p u y o 本主義の目は鋭く光ってる権威とか金が必要 Get off my way うこれはここはね、うん、もうちょっとね <laughs> そのみんなにが結構 誤解してる感じがあるっていうあの資本主義とか資本るとまずは「キャッチミー・フィギュア・るシはまあいいんだけどモツァが弾けたやレガディ・キャン,ンまあこの辺はちょっと言葉遊びっていうかうん、うん、資本主義の目はするとこ光ってるみたいな金とかお金が必要けロマンボーだからなんかみんな結構これはある種ちょっとシーンのこうなんていうのあのー、考えの大半の人の考え方に ちょっと喧嘩を言考え方ではあるんだけど、うん、なんか資本主義をヘイトする気持ちも分からなくもないし、はい、なんかそういう反体制の人ってめっちゃ多いからやっぱ分かるんだけど俺はもうそれは受け入れてるというかうだから逆に資本主義にはそういうとこ光ってるっていうのはみんなに言ってるからはいはいはい「光ってるからね」っていう「うん逃げられないよ」っていうんか ファクション主義とか全く思ってなくていや無理だよ逃げられないよって全部そのシステムの中で生きてるから君たちはっていうみんなだから権威とか金が必要もそういうまあだからその上でじゃあどうしたら何かを変えるためにこの社会で必要なのってなったらまあ権威とか金がまず必要だよねっていう資本主義の中では邪魔しないでくれよみたいな感じでほう そうだから資本主義はもう全然俺嫌いでもないしむしろ俺は資本主義が今のところやっぱベストな社会の形だと思ってるからうん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 だからその社会の中でみんな生活してるんだから <laughs> 受け入れたらみたいな <laughs> なんか「ファック資本主義」みたいなよくわかんねえでもねこれ結構俺もそれはめちゃくちゃアグリーして、うん、いや絶対そうだろうなって思う でその理由としてまあ歴史的にさいろんな何とか義これ共産主義、社会主ないろいろ出てきててでもやっぱ最終的に今よりひどい世界じゃないわけじゃんだから総合的に見て絶対に今は前よりはいい話じゃん間違いないまあ見方にはよると思うけどでもこんだけいろんな人の安全が保障されててこれだけ自由にできる社会っていうのは今までなかったわけでそれって資本主義の この経済の形の中で政治の形の中でできている世界だよねっていうのは俺もめちゃくちゃ感じるからだからなんかこうコンテンツとかもやっててまビジネスとかも俺もめっちゃ考えるしどうしたらこういろんな人の前に立てるかとかどうしたらいろんなお金集めれるかとかこういうのは俺も結構日々考えててじゃないと最終的に世界変えれねえしみたいな。な あの全てを使って自分に都合のいい世界を作るやつらがお金とか権威を持つぐらいだったら、うん、何かを変えたいやつらがお金とか持った方がいいよね権威を持った方がいいよねっていうタイプの考えだそう全く一緒だからそれはもうだからこれは結構てか俺正直このラインは見えてなかったわ実際にフットステージ見た時ああっていうのはいやなんかあんま結構ちょっとすっ飛ばしてたかもしれないああんかまあき心地のいい文章みたいなそう,そう、うん、でもで今読んで「ほー」みたいな そう資本主義はマジでだ結構ここはもう自分的にもなんかだからあんま直接的に言うの好きじゃなくて資本主義受け入れるとかっていうよりはただ鋭く光ってって状況をみんなにこう言ってるってことよねフィールしてほしかったみたいな感じでそうめっちゃディープやねアーティストこそ逆に食らうのかもしれないねなんかやっぱ反体制って資本主義ヘイト多いからそうだよねアーティストはすごい感覚的な人たちだからなんかそういう ロジカルに詰めるわけではないからあんまり思想とかに関しても割とそっちがそっちの感じに行きがちというか俺はでもそこをしっかりロジカルにみたいななるほどねあってっていうしかも世界を変えたいからこういう話をしてるてうそうむちゃくちゃメイクセンスだなみたいなそ,ういうのその流れがあってっていう,う,んうん、うん、しかもこれが一番最初の入りだもんねそ<う>すごいな え決めたのもうこうフットステージのさビートが来るわけじゃんね、うん、でこの時点でさどういう曲をやるとかっていうのはやっぱ考えなきゃいけないわけじゃん、うん、でそのソートプロセスっていうかさどういうふうな曲を作ろうっていうのはやっぱもうビート来た時点でこういうこと話したいっていうのを決めて作ってんのえっとね,れねこれに曲に関しては結構フットステージの動画のイメージからまず入って ってった方でフットステージでどういう曲やりたいかな、はい、かどういう風ににあっちが編集するかなみたいなところを考えたらなんとなくこういう何て言うのまあプロデューサー目線もそうだしなんかその俺が一番言いたいことみたいなのってその世界を変えたいとかあとその前お動画で言ってたけどその音楽をプロ,プロダクションとしてもっと。 クオリティ上げたたいいよねみたいな話とか、うんうん、っていうのを俺が言うしそこもあっちが絶対メイントピックで使うだろうなって思ったからじゃあそれを曲にしましょうっていう感じで曲に昔に書いてったへぇプロデューサーやななるほどほい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 深くなってきましたはいまた今日もいるスタジオ月にはいないけど繋いでるアポ4本の弦が俺のバックボーン 音とラリミニパイミニ、イエーどうしようか、どこで切ろうかな、まあ、もう聞きか Time won't s 大体は三日坊主でも音楽だけは違う唯一のも書、うん、<laughs> かれない長いもの Still have a long way to go though ここは 割とそのまんまってそのまんま結構あんま意味めっちゃ深くないかもああそうだったでもまだスタジオいっつもいるからまあまたこれ撮ってる時ももちろんスタジオいてスタジオにいるよアポロっていう機材があってそれにつないでいいよ月にはいないけどもってまあちょっとした言葉遊びで4の弦4の弦はバイオリンバイオリンバックボーンで音とラリーしてる常にまあずっと毎秒毎秒してるよみたいなそうそう でラリー・カルトンっていうアーティストがギタリストが好きで「ミニット・バイ・ミニット」って曲もあってちょうどいいなみたいな感じでおおそういうことかそうラリー・カルトン音とラリーしてる「ミニット・バイ・ミニット」「コロンコトバ遊び」「タイム・オン・スター」まあまあそのまんまうんで「ミッカ・ボウズ」系は確かに結構ここは俺は表しててはいはいはい本当に人生で音楽以外超ミッカ・ボズみたいなああそういうもんなんだんか音楽はやらされてたってもあるけど続けて ちちっゃい頃78年にやってたしうん、うん、ちょっとギターもやってたみたいな音楽も、まあ、もちろん20歳21に始めて今もう続けてるしでも結構例えばバレーボール俺中学に行ってて,て、はい、そバレーボールも結構いい感じだったんだけどなんか普通に厳しい部活だったから、うん、まあなんか3年やってやめて。 アメフトもやってたんだけどアメフトやっててここでアメフトやって、まあ、それもなんか途中でちょっと胸すくなってやめてとか <laughs> 結構趣味を新しく始めようとしがちで <laughs> これやってみたいとかプラもやろうかなみたいな感じでプラも急に買ってきてプラモデル組み立てるんだけど途中でやめるみたいなだから自転車に興味持ったら自転車買ってで自転車でロードバイクみたいなの買ってよ <laughs> っしゃちょっとみたいな感じで結局2日乗ってもうやんなくなるみたいな。<laughs> なんかそういうタイプで結構興味あるもん秒で始めるけどもん秒でやめるみたいな結構ちゃんと、ま、あの唯一続いてるのが音楽みたいなっていうラインなるほどねそういうことか、うん、流れない若いも,若いも,若いも、うん長いもん長いもんにはまかれないぜって、ね、でさっきはちょっと長いけどねってっねはいういな、はい、なるほどっすね、えー、おえ持つ音と声操る量とシーンの感を切り落とすダースモール 世界い大人に振りがくい想そんなことする時間はないよもう。うん、ほう。ここはいや、まあ B、B とか、B とか。まあまあ。ここめシーンのガンを切り落とすザースボールは、めちゃくちゃ、うん、あの言葉遊びとか、ダブルミーィングとか、めっちゃ入ってる、ね。そうだね。持つうん、まだまだ両党持ってて、うん、そうそう。シーンのガンは、まあ シーンにさ、まあよくないやつなんていっぱいいるから、そうだね、まあそれ俺が切り落とすぜみたいな意味で、でダースモールはまあ普通にね好きで両頭あれあいつ,つほらねあいつだけ、来いあいつやれば違うやん<あ> <laughs>、ダースモールみたいなねでガンクワイガンジンはバーンって切るみたいなね、ぶっ殺すんだけどまあ切り落とすってかまあぶっ刺すんだけど <laughs>、なるほどね。まあそう。 せこい大人に振りまかれそうりまくりまくまがんの話ですよね。がんがせこい大人みたいな。いっぱいいるから。まあそうね。だからまあそいつにぺコぺコしねえよみたいな。まあそんな感じ。せこい大人ってやっぱどういう人なのウォッチアウトしなきゃいけない人とかいるいやだからどういうタイプの人なんかさ、なんかせこい大人は大概コンプレックスにまみれてるよね。ほう。 で自分で生み出せないんだよね多分自分でクリエイティブなもんできないし、はい、自分で物事動かせないからやっぱ何かを利用し,たして動かせてる気になりたいんだと思うんだよね、はい、はいはいはい、はい、そうっていうマジでショースパイルだね、うん、ここすごいねだから何ができるのお前ってに言いたくなっちゃうような人がうんやっぱ 動かかししててるる感じを出してたりするからそのシーンをそうシーンをというか別にこれはまあ音楽シーンに書き初めっていうかまあね規模が高くなればなるほどさいろんな業界の人たちが入ってくるから、うん、まあそうだよねまあそうだからそういう大人って多いよねっていう俺も会ってきたしいろいろ大人っつっても俺がまだね24歳とかだからその上は割とも大人って思ってるからまあその別に4050とかじゃなくても割と若,若いっていうか人でも別になんか。うん はい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 、うん、なるほどっすねいやなんかすごいいいねそうこのなんていうのヒップホップのさ精神的にやっぱこうまあさっき言ってた、まあ、反体制みたいなこの、うん、とかもあるわけじゃない、うん、要はこうなんていうんだろうなあるものにちょっと反抗するような、うん、こういう多分音楽だと思うから、うん、そこでこういうこうなんていうんだろうこういうところにこの打ち込んでる 弾丸みたいなのが、うん、めちゃくちゃこうロジカルだしなんかすごいこうなんていうのかな賢いって言ったらだなちょっと言葉あれだけどなんかつつ言葉使い方がそうだよなって,ってめっちゃ思うなんかなかなかないよねん,なんかこうまあ似やすくない気がするなシンプルなアーティストとかはさなんかこうちょっと難しいね言い方こう感情論に近い,いそうすごい感情論だよね感覚っていうか感覚っていうか だから感覚的に言ったら、そりゃそうなんだよねみたいなのは、俺もあるから、でもねっていうところがいろいろ始まる <laughs>、うんうん。なるほどね。はい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 。いや、さすが。やっぱプロデューサーは、やっぱ頭良くないといけないかなと思う。うん、いや、絶対それはそう。だ、うん、か俯瞰で見れないと無理だから。はい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 。うん。そうだよね。ただ、ビート作れ,ればいいわけじゃないもんね。うん、だからまあ、そういう、一応、プロデューサーって書いてあって、ビートしか作らない人も、うん、多いけど。うん 俺が思ってるプロデューサーはやっぱそのプロジェクト全体を見たりとかもっと俯瞰で物を見れるような人間がプロデューサーだと思ってるからっていう意味でのプロデューサーだったらそうだね、うん、頭良くないと無理かもしれないなるほどねほよし次俺になんだこれ<ん>おごりたいあかいあ違うこれはあこれ違うの入っちゃってるわあマジでえっとねこっちからうん あ違うこれこれ間違ったリリック送ってるわえっとねちょっと待ってねもう一回見せるわいいよいいよそうだじこここれ見たらそれねそれねボツった方のリリックだあそういうことえっとねボツったリリックだあここかなちょっとこれだあそうだ今がタイミングだあそう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 こっちだね今がタイミングだらだらやるつもりないない亀じゃない 誰も追いいつかせなウサギだうん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 なるほどまあここはでも普通に超シンプルシンプルやね今がタイミング誰だやるつもりないっていうメじゃないでもここだからあのだから天才天才みたいなこういう表がてかまあみんなってたよねセロンセロンというまあセロンっていうようなもんじゃないんだけどまああってんかうさぎ系だよねピョンピョンいってるからキャリア的にうんうんうん でも、だから、足元すくわれんぞみたいなやつもいっ、かそういう意見の人も多いと思う。あ、そうなんだ。俺は、いやだから、うさぎなんだけど、誰も追いつかせないうさぎだよっていう。ただぴょんぴょんしてるわけじゃねえよっていうかうん、うん。はい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 。うん、そういうことか。うん、なるほど。そうそう。オッケー。一人から仲間は増えていった。うん、いつカレンダー見てもカラフォル It's so packed.、うん、みんなを引き寄せる俺の音が。うん、俺の声が。はい。 まあ、本当に音楽始めた時は一人からだったから、うん、まマジゼロ、うん、ヒップホップ界に友達ゼロ、うん、インスタで始めて、うん、ツイッターで DM 送ってみたいなツイッターで DM 送ってたんだこん,こんにちはみたいなビートを作り始めたんですけど<う>一緒にやりませんかみたいなマジそんな感じで<う>だから 20, 20歳21歳の時にそれやってで始まったからで今はもうやっぱ、まあ、ここ2行目は、まあ、俺,俺のカレンダーアプリだと、うん いろいろ紫だったり黄色だったり赤だったりとかでもうカラフルもう今パンパンでカラフルでやったりとはい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 、うん、はいそうはいそのはいれいはいはいはいま。いはいーいは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 いンいは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 いんいは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 ーはいあいは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 いといは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 いういはいは 自分がさ一人で始めるタイミングからどうこう増えていったの一人一つなんここに関しては最初タクソンに俺は DM 飛ばしたんだよね<う>ビートを作り始めて半年ぐらいの時に、はい、なんかたまたまタクソン出てきて、うん、ちょっとビートかっけえみたいになって、うん、一緒にやりませんかみたいな感じで DM 送ってあやりましょうってなってくれて、うんうん、ですタクソンの家行って一緒にちょっとビート作ってたら なんかその時あんま日本語ラップめっちゃ詳しいわけじゃなかったからなんか手出すボンベロとかもそこまでなんていうの知らなくてそしたらなんか仲いいラッパーいるから一緒にやろうあわす会おうよみたいな感じで縦に会ってまあその流れでボンベロにもってとかまあシェイダーにもってとかそんな感じで結構タクソン軸にこう最初広がっていったみたいなゲームチェンジャーズは多分前回のポッドキャストはその話はしないと思うんだよライフ・ゴー・ゾーンの制作費を話してたんだけどうん、うん、ゲームチェンジャーズはどういうふうにできたとかあんのは 言ったら俺が天才だと思ったやつを集めたってだけみたいな<ー>で別に今もまだ曲も出してないから本格的に動いてはないんだけど <laughs> そう,だそうただ天才集めましたで<ー>なんかいいやつなんかいいなーと思って集めた <laughs> えそうグループとして曲出すとかする予定はないあるのありますありますああるんだ今後出していこうと思ってるけどなんかこれもなんか それいわゆる超ガンガンやってきますっていうよりは結構みんながおののの仕事があるから<ー>でかいやってることがあるからまあなんかお互いにタイミングがいい時に集まってやろうよみたいなプロジェクトはいはいはいちょっとイエンタウンっぽい感じだうんうん,なんかうん僕がやすく言うと軽だね軽だよねそっち、うん、クルーというかまあこう一人一人かけた時しつつ、うん、でもこうハブがあるみたいなそう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 はい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 そういう感じだそういう感じなるほどね。 確かに曲出してないんだ、ね。だ、ねまあ、いてけブはしてるよね。そうなんだった。まあまあちょっとお楽しみに。お楽しみに。ぜひぜひ皆さんチェックしてほしいなと。<laughs> はい。その後はまあとは最後の最終に戻るっていう。うん。なるほどな。いやー、フットセージ。いや、なんか結構、もうフットセージまで行ったらさ、結構もう見えてきた。やっぱ上まで。あ、これなあだから、サイファーから行った時点で、うん、なんかそのジャッジの人たちの、なんとなくの、 なんて言うんてううだろう感性の感じが分かったから、うん、あなら俺ファイナルまでいけるっしょみたいなっていうのはもうその時点ではなんとなく思ったかなみたいなそうなんだ、うん、ちなみになんだけどさ多分キャンプステージの時ぐらいかなシーダさんが実はそのレッドソックと曲やっててみたいな話をしたと思うんだけどそれはなんかどういうタイミングでか多分その話はあんまりできないかもしれないけど、うん、なんかどういうふうに作り始めたとかあるの、うん、あれもそれは本当年始1月とか全然ラプサー関係ない時にうん、うん あの友達のベビーナベってやつから LINE が来てシーダさんが「一緒にやりたい」って言ってるから連絡先つなげていいって言われて「うん、あ,あもちろん」って言ってちょうどその時もね韓国に確かいてあそうなんだそうで韓国にいたら「それいいよ」っつったらシーダさんから LINE、えっと、がポンとんできて「うん、電話できますか?」って来て確かでちょっと話してとりあえずやりませんかみたいな感じで、うん、で俺のスタジオに来てもらって、うん、1> 曲1曲作って。 流れでもうじゃあもう一曲やろうかみたいな感じでトントントンみたいなのやってったら、うん、もうちょっと全部見てよってなってほ<う>っていうのもまあ全部っていってもそのビート全部とかじゃなくてい、うん、ったらそのさっき言ったプロデューサーエグゼクティブプロデューサーっていうなんかはもう一個上でこうプロジェクトを包括してみるプロデューサーみたいなのが任されてすごいねそうで今それを頑張って作ってる最中みたいなへえすごいな ななかなかすごくね何を見てそれ連絡しちゃうとか言ってたあわあ、だからベミナーベとか周りの友達がなんかそのシド、うん、さん結構周りに天才いますかみたいな感じで聞,いてく,れる聞くらしくてあそうなんだで3回ぐらい出てこ俺の名前がまあ言ってくれた人がいるらしくてでそんな何人にも言われるんだったらや,りやってみたいみたいな。あ、なそういうこと感じで連絡くれたみたい,ういうへえなるほどねすごいな さすがいろんな方にね、<や>言われてるとありがたい、そと。いやー、すごいな。なるほどっすね。ちなみに、あまあ、ちょっと一回、もう最後までやっちゃった後の方がいいかな。うん、ちょっと。最後、レイニーデイ。これは皆さん好きなんじゃないかな。ーーどうですか、レイニーデイは。キャンプ楽しそうだったね。い,いや、キャンプ楽しかったね、マジで。マジで楽しかった、キャンプ。<laughs> やっぱキャンプだからと思った、うん、<laughs> ラップさキャンプでしょみたいなで俺は別に今までちゃんと過去回ちゃんと全部見てるわけじゃないけどうん、うん、<laughs> 俺が出て思ったのはキャンプだなみたいなあ,あそうなんだやっぱキャンプおもろいみたいな <laughs> ファイナルもね今年はこうすごい確かにあれだったけど、うん、キャンプキャンプが一番しかハイライトだったんだ うん、あのファイナルも面白かったなまあ面白い、ね、まあ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 ,、まあ、<laughs> まあでもキャンプとりあえず、うん、楽しかった <laughs> 楽しかったえっ結構やっぱコミュニケーションとしてするの結構なんかみんなさおのおの作ってる感じあるじゃんてかまあ番組の作り方的にさどんだかどんだけ、まあ、ちょっと絡んでるシーンも入ってるけどどんだけ実際絡んでるのかちょっとあんま分かんないというかさやっぱでも結構、えー、人によるかもうんとかあとそのみんな作業してる塔なんかいっぱい塔があって だから何個もあるからその場所によってここでやってるやつはここでたまにあったりするしこっちやってる人合わないしみたいな結構人それぞれで俺は割と作っては誰かと会って喋ってまた作って割となんかぶンぶンぶンでうろうろしてる感じでも集中してる人はもうめっちゃ「ずっと出てこない」みたいな「もう人とあんまり合わない」みたいな人もいたし俺は割とプラプラしてたかもしれない。 やっぱバーーベキューとかかぐらいのかなそうだねうみんなが集まったのはうん,うんえ結構仲いいのキャンプの人たちってもともとそんないや俺が仲良かったのはだからえっとモナミとシェイダとコージ家とあとまあ愛梨は再犯的に仲良くなったからうんまあでもんにほんとにみ仲良かったのはだからシェイダとコージアだけでうんそうだねそうなんだうんであとの人はみんな,なんかその場で を脅すみたいな感じで、うん、まあ、関係が深まっていったのかもしれない。やっぱ仲良くなれたわ、どう,うん、どうなのこう、やっぱ、まあ、ちょっとさっきと近いかもしれないけど、ライバルな部分もあるけど、お互いプレイヤーだからリスペクトもあるだろうし、ここまで上がってきたからさ、ある程度、実力は認めるわけじゃん、お互いね。そ、うん、こら、結構いい雰囲気で進めれてる感じなの、あそのこの、キャンプ自体はあその、現場がってことうん。 あでもだから逆に結構みんなおのおのやってるからなんかあんま雰囲気もくそもないじゃないっていうかあと全員にカメラがついてるからなんか雰囲気もなん,かな,んなんつうんだろうないやもちろん普通に楽しいんだけどどっかでみんなカメラがいるっていうのも分かってるからうかつに変なこと言えんもんなカメラがそう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 だねマジのマジリアルな話とかはできないかもしれない。 その後仲良くなった人とかもいるの、やっぱ。うん。例えばヘズロンとかも仲良くなったしね。うんうん。うんうん、そうそうそう。なんか。ヘズが結構意外と思ったように喋ってない。って感じ。まあ、でもアイリはもう同じ部屋だったから。あ、そうか、ね。もともとなんか、スタイファレーションあったから、めっちゃ仲良くなったけど。はいはい、そ,うそうか。そうか。そう。ヘズは意外となんかめっちゃ仲良くなって。ええー、あれついいやつよな。うん。面白い。そっか,か、そっか。じゃあ、伝説的レイ二でいっちゃいますか。いきます。これ、やばいっすね。 普通にもう一回聞きたいぐらいだもんね。まあいいや、ちょっと一旦行くか。はい。日付が落ち、土に溶ける。勝負の日はなぜか、Rainy Day。霧雨が普段見えるものを見えなくさせる Rainy Day。でも今日は違う。すべてがっきり見える Rainy Day。どこで切るのが一番いいんだろう。まだ服全部いっちゃってい頭の中とだう発見と国見が88。曇りが俺らを迷わせる。雨が俺らを育たせてる。晴れが俺らを輝かせてる。消えたやつも、今やるやつも変わりない。 痛みに負けてやめんの思い,いが誰にも訪れるレイニーでレイニーで意味がない日なんてない。うん。深いな。これはどういうこうまあフックって結構曲のなんか重要な部分だと思うんだけど、うんうん、ここに込めてる思いみたいなはあったりするんですか？えでもなんか最初に雨降っててめっちゃあの雨超嫌いなの。うん。そもそもそね、雨めっちゃ嫌いでうん、うん、雨かよみたいな。でなんかまあ振り返ると結構 例えばそれこそバレーボールの一番最後の大事な都大会の試合の時とかにめっちゃ雨やんとか結構ある、まあ、それはなんかまあバイアスも入ってるから多分数えたらね全然50/50 50なのかもしれないけどなんか感覚的にはすげえんか雨の日ってなんか大事な日に限って多いんだよなみたいなでも,でもね多分これみんな多分あると思っててやっぱ嫌なことの方がさ思い出に残るからそうねそうねなんか残りやすいじゃん雨だったら何も思わないでただ雨だけど大事な日に雨だとすげえこう うわーってなるっていうのがまあこの日もそうだったからな、うん、なるほどねなんか勝負の日って何でか雨の日だよなみたいなから始まってはは、うん、はいはい、はいでまあ上級描写とかもあるけどうん、うん、そうで言ったら雨の日ってすごい気分も落ちてこうなんかなんていうの物事がなんかもうちょっとどうでもよくなるっていうか、うん、まあちょっとねな,なんかまあ陰鬱の気持ちになるっていうかあんまなんか。うん ハッピーではないじゃんそうだねね雨でもこの日だけは俺が超なんかアドリアに出てたのかわかんないけど超テンション高くて雨の日になんだ。でなんか全然いけるわみたいなあの日だけへえか目バッキバキで途中から俺も眠くなりすぎて朝早く起きたから眠すぎて結果シューンってなってくんだけどでももう 目ギンギンみたいな。<ー>雨の日なのに。だから、なんかその、はっきり見えるとかも、今日だけは違うっていうの。なんか本当にその感覚なんか。うんそうなんだ。今日なんか違う。雨の日なのに違えわみたいな。へー。そうそうそう。そういう話なんだ。そう,そうそうそう。はいはいはい。頭の中で発見と呼ぶ。ここうん、88。ここはピアノなのかなそう、ピアノの88見だから。あ、そういうことか !88 見が普通のピアノ だから88とかあ<ー>まあエ8 Rising とか最初思ったんだけどまあなんかアジアっぽいなみたいな,なか確かに確かに,確かに日本は81だけど、うんうん、なんかアジアっぽいなとかまたんん、うん、中国とかでもなんか88とか演技の数字いい数字だったりとかそうねそ,でそうねで、まあ、だから88まあでも根本的な意味は発見と国権の鍵盤が88件だからそれが頭の中にバーって言いますよみたいなはい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 おしゃれな描写やな曇りが俺らを迷わせる雨が俺らを去っててるこれ,これ結構すごいな が俺の輝かせてるここのなんかこの3個の行、うん、やばいねそうでもこれ実は最初のにあとの「雨と晴れ」の2行が先書いてて、うん、あそうなんだで「曇り」をどうしようと思ってあ<ー>で「へず」と「ャーと「喫煙所」でタバコ吸いながら「うん、曇りって何なの?」っつって「はいはい、雨は俺らを育ててる」うんうん なんか雨って育つじゃん。で,もも、ね、で晴,晴れは当然さその雨が降った後とかでさ、まあ、水滴がそれで光ってるみたいなイメージできるし輝かせるじゃん当然。曇りって何なんだろうって話してて曇りが俺らを邪魔するとかいろ、まあ、ん,んな話して最後に話して出た結果が迷わせるってなんか一番いいんじゃないとかってなって迷わせるになってとかって<ー><か>い,ほい,ほいそうこの産業。あそうなんだ。えー、すげえな。 消えたやつも今いつま変わりえないって今来ていいの、誰もするレインデーで。うん、だからこれだレインーデーっていうのはちょっとこのバッドデーっていうかこのベストデーじゃない日みたいなね。でだからその消えたやつっていうのは、まあ、そのおラップさで落ちちゃった友達とか。うん もそうだし単純に音楽もやめちゃったとか音楽で言ったらそういうような人たちうん、うん、とか今残ってる人も別に根本あんま変わらないんだけどたまたまタイミングとかいろんなもんで消えたりなかや続けてたりとかっていうだけだからみんなそういうのってあるから別に誰にでも,もあるよねっていう感じうんうん、うん、なるほどね3年前は未来が見えなかった夜のベンチでぐちゃぐちゃな歌詞を書く 自信に見せているがすんでない足また何かのせいにして逃げてでかいバックパックを背負って今はメイキングバープジャプニーズダイナマイクヘイターが信,信じない興味もすごい奴にダイナマイトを落とすミスやる目にも,の目にもここどこで切ろうかな難しいねこれでいい三年前見なかったこれは音楽始める前なのかなそうあ音楽始めた時時だ。だから俺は 自分に自信がありすぎて音楽を始めて半年ぐらいでバカ売れするんじゃないかって勝手に思ったんだけど当然半年たった時にはまだまだビートも当然まだまだだしやっと人間とちょっとつながれたぐらいのタイミングでうわ全然飯とか食えないじゃん今みたいな理想が高すぎてうわどうしようみたいな人生計画なんかあれみたいなキャリアあれ遅くねみたいな。 の思っててそういうことか。未来が見えなくて。その時はビートだったんだけどなんか歌詞みたいなものを酔っ払って書いてたみたいな。はあそうなんだ。そうそうそう,そう紅葉。もみじ橋もみじ橋って地元の橋のベンチで書いてたみたいな、はいはいはい。へえ。そうだからここはもまさに自信に満ちてるから住んでないしっていうのはみんなから見たらなんか多分別に順調じゃんと思うけどもっと自信あるんだけどまだここかみたいな、うん。はい<う>はい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 。 でまた何かのせいにして逃げてってだからそれこそ当時はいろいろなんかまあ大学もまだ行ってた時期もあったし最初まあ授業とかもあったからなんかまあとりあえず授業やるから音楽一回かとかなんかちょっとやめてみたいちょっと離れてみたりとかってなんかいろいろこうブラブラしながら音楽をやってた時期はい、はい、あそうなんだそうかうん、うん、3年前っていううんうん、うん、ほい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 そういうことかでかいバックパックをしちゃって今 make Bob うん、ここなんかこはねラウデフさんっていうラッパーあ俺が小学校中学校の時に聴き始めた時に最初にあ、うん、の辺に結構聴いてたアーティストがラウデフさんで、うんうん、その人の一番好きな曲で「うん、ダイナマイク」って曲があって、うん、そ,のその人が MV でこう超でかいなんか機材をくくりつけまくったバックパックを。 MV でしょっててそれ超かっけえなって当時思っててし今もなんか見てもいいなと思ってたからまあ普通にそのラインをなんかヘイターか信者みたいななんか最初入っててそうだから単純にそ,のそれを俺がなんかキャンプの時にボケでそれをモノマネしたリュックを作ってしょってったんだけどそうでそうだねそういうライン <laughs> はいはいはい「Making Bop」「Making o p っていうのはヒットソングみたいなそうまあヒットソングだよね「Bop、まあ」「Banger」みたいな「b a n g r みたいなね なる,ほどなるほど。セコヤツにダイナマイトスミせテムにこれをさっき言った大人とかそういうことなのかなそう。まあ、そのセコイやついるよね。まあ、これはセコヤツよく言うみたいな俺。俺 <laughs> なんか、そう。気になっちゃう。気になっちゃうやつがいるんだね。<laughs> そ,うそういうやついるよな。うん、なるほど。来シーズンみんな俺のビートの上。うん、明日のことは考えない、rainy day。スキンジャッチしてくれすべて受け入れる。日本をはス準備できた、rainy day、rainy day。まあ。 そのまま,そのままだ。まあ、あいつの俺がビート作るっしょ。はい,はいはいはい。っていう。そういう話だ。うん <laughs> と、まあ、明日のことだから、この時は結構もう、深夜まで、この辺がちょうど最後ら辺に書いたところだからへー、なるほどね。もう、2時ぐらいで、なんかやっぱリリック時間かかっちゃって、うん、あ、そうだ。ねえみーもねえみーもやりたくねえやみたいな感じで、<laughs> もういいやもうとか思いながら、もう何でもいいやみたいな感じで、まあ明日のこともういいやみたいな。明日でも早く寝たいなとかもあったんだけど、 で考えないで、そういう意味、もうそれに超集中してて、スキンジャッジとか全て受け入れるわ、そのまんま。で、日本を揺らす準備ができたで、これ、最後、マジで、うわこの一行書いたら終わるみたいなとこじゃなくて、もう書いてあるから、そうだよね。あと一行で終わるみたいなとこで、しゃあ、これでなんか想像できたのよ、デモ取ったときに、日本を揺らす準備できたっしょと思って、そろそろ書いたっていう。なるほどね。あ、これいいね。 キャンプだからこの曲ができたっていうのもあるし、うん、なんかこの終わり方もすごいいいね、うん、ほわーですごいどんかめちゃくちゃ強評じゃないレイニーでうん,なんか、ね、好評っすどうっすかリリース速攻してたけど、うん、一番最初のレリーだからデッドストック単体で初のアーティストとしてのリリースシングルどうだったその準備は大変だったのもうでも作ってたからそうだねちょっとミックスマスターし直してジャケシャを地元の友達に頼んでうん、うん、って感じだったええー、で ファイナルに行ったと。はい。すごい。ファイナルでこれ来てたよね。これ来てました。これは何なんですか?。ここいいなと。いや、ね、いやこれはね。うん。こあの、原宿に。はい。俺が高校生ぐらいの時から帰ってた。帰ってた、たまにした。うん。オーサムボーイっていう、もともと古着やってて、オリジナルも作ってなんだ。まあ、今古着屋やってなくて、オリジナルを作ってんだけど。んに、たまたま行った時に、店員さん声かけてくれて。うん。で、俺、ファイナル行くんすよ。で、オリジナル衣装欲しくてって話したら、作りますよって言ってくれて。ほうー。子供さんボーイっていう。はい,は,いはい、はい、はい。 シアライットオーサンボーイ。Yes, sir, オーサンボーイ。なんだけど、その人に、ブランドみたいな感じなんだけど、ははいいに作ってくれませんかってって、デッドストックの3と、はいゲームチェンジャーズのロゴと、ははいいスタジオのロゴと、ちょっといいかな、これ大丈夫かな。後ろに、やばいね、デッドストック3。マイク、マイクデッドストック3入ってます。すごいね。 すげえっていうのを作ってもらってっていうそうそうそうこれ衣装で出ましたどうでした幕張初めてあの幕張の場でライブをするそうそうまあそうそれは初めてだからだからソロライブも初めてほぼ初めてだからあそっかそうそうそそのレベルだだからそのシェイダーのやつと客0でチロって一曲だけ飛び出てちょっと歌って帰るみたいなのはまあ五六回っていうかぐらいあるけどうんうん だから、うん、ああやってもちろん俺を見に来た人の、ね、前で俺の曲を出す披露するは,い、は初めて。<laughs> 緊張はしたそうだから俺それについてすっきり痛くて<え>俺マジで割と緊張とか全然するタイプなんだけどだからそれを見越してめっちゃ準備してってはい、はい、だから超無心でパフォーマンスしようと思って、うん、でリアーの時にちょっとうわやっぱって。 うわーみたいな感じでちょっと緊張して本番はもう多分アドレナリン出すぎてもういけるいけるか神,なんかか神の領域みたいな感じでわあーと思って全然緊張してないわマジで俺かかってこいやみたいな感じで入ってって目バッキバキで「え行くぞ俺らみたいな感じのつもりだったんだけどあの動画見たらめっちゃ目まばたきしてて「あれ?」みたいな「こいつめっちゃ緊張してるやん」みたいな。 だから俺多分歌う時も特になんかまきをする習性があるっていうのを今回ラップスターを通じて気づいちゃってなんかだから俺の予想ではだからもう映像はもうなんかもうこんなやつが現れてもうん余裕でしょう、うんか,ま、かかってこいよみたいな感じで最後まで言ってるつもりだっただし本当に緊張もそこまでしなくて神の領域みたいな。で帰りのまあ次の次日まあ1日泊まって その後帰り動画をちょっと見ようと思って<え>っあどんなもんと思ってそしたら「あこいつめっちゃまばきしてるみたいになってお「マジかよ」みたいなでなんかコメントのもなんかえ「緊張してる緊張してる」みたいな「<laughs> お前ふざけんなよ」と思って「いや確かに俺もやっぱ俯瞰のこの第3の視点を持ってるからむっちゃ緊張して見えんのよ」 で多分俺は「いけるぜ!」っていうのをやりすぎて歌い始めてめっちゃまばたきしてるっていうでなんかコメントで「こいつまばたきとドラム音はめしてるやろ」とか言われて「うるせえ」みたいな。<laughs> マジで。世のなんか <laughs> アップスターの収穫は、まあ、もちろんねいろいろみんなに知ってもらえたっていうのと俺はあの歌う時とか <laughs> 無意識の時はめっちゃまばたきしてるっていうで。これは結構緊張とは、まあ、別で。 多分めっちゃ普通に瞬きしてるみたいな <laughs> 多分普通ゃべって集中して話してる時とかそんなしないんだけど俺レックの動画も後々見返したらいいんだけど確かに俺歌う時とかめっちゃまばだきしてるの歌いながらえーみたいなだからもうそこは一個の収穫というか私まあ緊張すごいしてるねって思われても全然仕方ない。 ように見えたからもちろんね多分無意識下ではあるよ絶対そのナーバスな感情はあるんですけどそのみんながもう,もうバック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 みたいなのはなくて当然ね体硬くなったりとかはあるじゃんマツコだったら当然ねみんなあると思うんだけどそうでもの100倍ぐらい緊張して見えたから映像で見たらで兄貴とかも見に来てて兄貴とかも「お前さ」みたいな最初お前マジで。 やばいと思ったわみたいな。お前緊張しすぎてみたいな。違う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 。いや確かにもちろん緊張し全くしないわけじゃないよ。でも意外と生きてたつもりだったんですよつってめっちゃ弁解するみたいな友達とかにも。え違う違う違うて違うてつって。そうなんかちょっと恥ずかしい思いしたね。まあでも初めてでさ。まあそうだ。いいんじゃないみたいな。えじゃないまあ初めてでまあ帰りでいいんじゃないあでいいんじゃないみたいな。バッチリじゃんみたいな。 <laughs> そうだよねうん、うん、いやでもすごいね今年からなんかもう規模感がすごくなったもんねえファイナルまかりっすかみたいな俺実はちょっと聞いてたねそれうん、うん、あのー、結構前に、うん、ラップスター始まったぐらい始まる前ぐらいにそれをちょっと聞いてて「なんか曲がりでファイナル」みたいなで、えみたいな本当にやんのを取ってる。ガチやってたじゃんすげえと思っていや俺もびっくりしたよねてか運営の人たちも言ったもんなんて マジでやっったっすね <laughs> しかもバンパンみたいな後ろの方とかもうギッチギチって言ってた俺は見てないけどだからマジだみたいないそんな規模だねえいやでもすごいと思う,こうまあもちろんラップスターはもうすごいコンテンツだしおもろいし、うん、俺もめっちゃファンで見てるけど、まあ、こんなに幕張で一つの番組が幕張できるぐらいにまでいったんだなと思ってがすごい。 いヒップホップもすごいけど制作もすごい、うん。制作もすごい。すごい。確かによくあれやんとね。よくやってる。素晴らしい。<laughs> 本当に。素晴らしい。ありがとうございます。また来年も楽しみになっちゃったよ本当に。ねどうっすかラップスター。まあ終わって。うん、まあ忙しいと思うんですけど。いろいろ変わったまあまあ変わった。 まあだから街で声かけられるとかはもちろん増えたしめちゃくちゃ増えたっていうか何な,ならプロデューサーの時なんて別にドラマ話しかけてこないから分かんないもんね,ね、うん、だから当然ラップスターから、うん、まあ,ありがたいことにすごいね写真撮ってくださいとかはすごいふ、まあ、しょっちゅうあるからすごいなと思って、えー、どうですかなんかなんかあ私もと買ったのなんかお金稼いでんですか <laughs> <laughs> お金稼いでんですか

俺、普通に値段知りたいから、言って、俺これブラってやるわ、ピーってやるわ。で、その後、まあ、大体これぐらいですねっていう相場とってほしい、それでどうですか意味わかるあ、オッケー、オッケー、これ OK、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 o いやいや予想してよ。あ、俺予想し,予想してよ。えー、むずいって、俺これ、だって下手に言えないじゃん。えー、でもどうなんだろう、示して。失礼失礼俺、時計マジ詳しくないんだよな。予想、予想。 <70? S 1> ちょっと予想してよ <laughs> 予想しよう <laughs> 予想して予想してえ7575で近い方を言うわあオッケー,、OK、あー結構えどうする75は高いか75ほぼこっちおおやば <laughs> <laughs> さすが さすが、まあ、です <laughs> 300万取ってないけど <laughs> みたいな。<laughs> えずっっ欲しかったやっぱ時計だろいやこれが全然ででも時計はずっと欲しくて、えー、どっちかっていうとなんかロレックスとか、うん、普通のをとりあえず安定したのを持っとこうかなと思ってたんだけどやっぱロレックスがみんな持ってるし別に実は本当に欲しいわけでもねえなみたいな思って、はい、見に行って。うん 時計見てたら、うん、ベルアンドロスってブランドなんだけどベルアンドロスベルアンドロスってベルアンドロスベルロスなんだけど、はい、おいいなーとか思って手につけたら、はい、あいいわと思ってやべえ飲んて買いますっつって使 <laughs> ったっていう皆さんプロデューサーは買いけます <laughs> いやいやもっともっとね <laughs> いや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 ね来年にはもうちょっとね言っても24とかですからねまだねすごいよすごいよ もっともっと明るいかだってないでしょ別にだから割と景気づけに一発ちょっとそんななんか車俺そう車酔いがえぐくて車酔いがえぐいんだそうもうだから車基本的に乗りたくないああなるほどねだから車いらないはいでもなんか買いたいはははいいい時計しかなかったみたいなほうううんうちまファッションが好きだから時計持っときたいっていうだけまあそうねえ運転する側も酔っちゃうの そうだからみんなに、うん、いや免許取ってたときた時に「うん、いやお前、ね、運転したら運転するやつは言わねえから」「そう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 ,そう、ね、であなるほどね」とか言って「じゃあ o 俺運転するからちょっと乗ってよ」とか言って、うん、友達と「でなんか海岸の方までみんなで行ったのかな」とか「バ、うん、ーッて運転してついてむっちゃ酔ってんの俺 <laughs> 運転手でもうなんか「う,うー」とか言っていや「ちょっと気持ち悪いわ」とか言って「いいよみんな先海の 見に行ってきていいよとか言ってフフッとか言ってるからもうダメじゃんと思うんで何もさそのベントレーとかさ欲しいしさ別にねえオースロイスとかさ欲しいよ運転手いてもいいよ俺も運転してもいいけどさ酔うんだもん無理じゃんみたいなどうすんのみたいな高級のむち高いやつでもやっぱ読むんかな 酔うでしょうかだから俺はもうどっかテスラがどっかにもうこうなんか中がこう水で満たされててこうなんかなんか液体で満たされててあの一瞬1ミリも揺れないみたいな車を作ってほしいもんねほんとそしたら3000万とかの買うからんそれなら絶対酔いませんみたいなやつ作ってくれたら買うかなでタクシーとかもさ余儀なくされて乗ることもある自然うん、うん、逃してとかタクシーしかねえやみたいな毎回もうなんか ちょ前だけ見てるもん運転手さんの奥の景色を。<laughs> <laughs> そのレベルだ。みんながタクシーでイメージするのはさ、やっぱアーティストがこうなんか、<laughs> みたいなさ、<laughs> 違う違う。もう、姿勢よく前を見るっていう。遠くの方を見てこう。酔わないように。なんなら話した方が酔わないから、<laughs> あれですかとか言って。<laughs> この辺結構混んでます最近。もうそんな感じで。 く酔わないように酔わないように <laughs> <laughs> そういう感じ,じゃんやおもろいで、ね、弱点い弱もるも弱点すぎる、えー、すごいね俺結構そう知らなかったわそうダメなんだじゃあダメダメループとかはいけるループとか乗った、まあま乗ったことないけどうん、うん、多分大丈夫なんループとか大丈夫、うん、だから電車とかが移動がうん電車しかないそういうこと見たくないけどね有名 <laughs> だったら電車の大変なんじゃん いやそうだからツイッターでなんか見たとか言われてたりするからもうマジ勘弁してくれよと思いながらかといって「ああもううぜえからタクシー乗っちゃえ」ってできないタクシー乗ったら酔うからスタジオ着いても一発一時間一回こうこうしないといけなくなっちゃうからなんなら今日もこうタクシーでさちょっと時間遅れちゃってちょっと急いでタクシーで来てさ着いた時もなんかちょっとこうなんかうんうんうんってなってたからねあれあの気づいてなかったかもしれないけど結構なんかうん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  今ちょっっと戻ってきて確かにちょっと元気なかったもんね、最初で。車,弱い車弱いしかも乗ったの三20分ぐらいしか乗ってないのに、なんかもう。<っ>そう。ウケんだ。弱いんです、車に。弱いんだ。まあじゃあそっちだな。あのー、スタジオと時計と。時計です。とりあえず時計を買いました。おめでとうございます。素晴らしい。<laughs> えどういうのが多いの,その収入としては。やっぱ あれなのプロ,デュースとしプロデュースとしてさ、曲プロデュースとか,なんか、そ<う>アルバムプロデュースして、スプリットみたいな感じそうだね。だから、うん、俺は結構、今で言うと3つぐらい仕事があって、うん、まあ、その、いわゆるアーティストにビートを渡たすやつ、うん、まあ、プロデュースするやつ、と、あと企業系の、はいはいはい。まあ 例えば、うん、レッドブルだったりとかサ、うん、ポップヨーアーズ」とかさあと D リーグだったりとか構成、はい、のやつとかそういうのもあるし、うん、プラスあと俺は、えー、あ何を私んだっけあそうそうちょっとした A&R というかほうまあ言ったらちょっとビジネスサイドの,その管理する立場みたいな仕事もちょいちょいやってたりとか、うんうん、そうなんうん、そんな感じっすわへえこれからさやっぱラップスターを通して まあめっちゃ前一番最初に多分デッドとスタジオ入った時も俺デッドが作った曲聴かしてもらってその時点でこいつマジやべえじゃんって俺思ってたけど今回こうラップスターでごよってさシンガーとしてプレイヤーとしてもさこう評価されるような立場になったわけじゃんでもやっぱプロデュースとかっていう仕事ももう,もうすでに進んでるわけじゃんでもやってるわけじゃんこっからの比重みたいなところとかはあったりするのこうしていきたいみたいないやもう今年はとりあえず今の受けてる仕事がたくさんあるからプロデューサーの半々来年は ぐらいアーティスト7プロデュース3ぐらいにしたいなと思ってできたらそういう感じでいきたいんだなるほどねちょっとずつ変えていくっていうそうだねうんそういうことかでもさグラミー取りたいみたいな話もしなかったそうだよねそれはアーティストとしてすいとプロデュースこれは両方よあね。両方いっちゃおうみたいなそれは自分のプロジェクトでいうことそれともだから分かんないだから他人の誰別の人のプロジェクトでプロデューサーで入ってもいいし自分としたいて でもいいけど世界みんなになってますからね、はい、すごいっすね頑張りますえちなみに今自分が働きたいアーティストというかプロデュース一緒にしてきたアーティストとか <laughs> 今やるならいやーでも,もうやりたい人と結構関わってるあそうなから、うん、どっちかっついうと俺なんか曲を聴いてっていうよりはなんか一緒に制作入ってみてやべえと思うことのが多いからほうというのはなんか 本当の実力を知れるからあーそっか今出てる曲はさそれこそ未発表曲なんて無限にある人も多いしさどこまでがその人の全力か分かんないけどスタジオに入って一緒にセッションしたりするとあってなることの方が多いからうん、うん、そっから結構一緒に仕事したいってなることの方が多いかもしれないうん、うん、そうなんだ、うん、じゃあ割と結構あんまり関係なくいろんな方とスタジオ入りたいセッションしてるっていうそうだねとりあえずまあそれそのその曲聴いていい人とも,もちろん入りたいけどプラスアルファでそういうたまたま出会って。 才能ある人とかうん。うんデっトのこうまあさっき自分の理想像やってたんだけどプロデュースする上でのこういうアーティストやりたいみたいな理想像っていうかそういうこういうタイプのアーティストやりたいみたいなあったりするのああでもクリエイティブ力の高い人とやりたいかもしれない。というのはなんかそれこそ俺に思想が近い人っていうかその<ー>プロジェクトとしてなんか うん表現したい人とかだったらすごい上が合ううななとは思か当然そうじゃない人もその部分を俺が担うっていうまあ関わり方もできるからだけどそういう人とやってみたいかもしれない確かになんかアルバムとかあんま聞かない時代になっちゃったけどさ、うん、やっぱアルバムを通して伝えたいことだったりとかそういう一個のプロジェクトを通してのこうクリエイティブだったりとかビジョンとかっていうのがあるとやっぱ。うん なんかパワーが違よねやっぱシングルとか今も TikTok の時代だからさ10秒とかで評価されてる時代だけどさやっぱ10秒シングルだけじゃなくてこう EP なのかアルバムなのかとかさそういうプロジェクトでこうなんかビジョンを持ってクリエイティブを持ってやっていくような音楽がもっと増えたらいいよねとは、まあ、個人的には勝手に、ね、いやそうだね本当にっ、ね、もっとなんか表現の幅を広げていきたいうーん全部やれることやりたいだから。 映像にも口出ししたいしいは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 もはい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 し、いは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 いたいはいはいはいういはいていは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 かはいいははい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  ちょっと今回、なんかデッドストックの頭の中をちょっと見れた感じがするんですけど、どうですかデッドストックとやりたいって方がメッセージすることは OK でしょうかこれ見た中で。あ、もちろん。もちろん。あの、曲と一緒にとか。曲と一緒にとか。送ってくれれば、ワンチャン返事するかも。はい、ワンチャン返事するかも。<laughs> まあ全員は厳しいからね。いや、そう,っそ,うそう、ちょっと多い。前は、昔はもうどんな人でも全員返してたんだけど、うんうん、今はちょっと。 ありがたいことにちょっともう見つくせないんで。うんうんね、まあ、すごい。なんかわかりやすく送ってくれたら。もちろん。ナブスタジオは使えるんですかナブスタジオは、いやでも今ね、パンパンだから、ね、パンパン予約が取れるかわかんないみたいな。なるほど。人気ですね。一応取り、取れるか予約を取れるかみたいなのは一応聞いてくれれば。一応,対応、対応はできると。まあ、俺が管理しなくてくれれそこはあれだけど了解です。 ということでぜひぜひティのインスタグラムインスタ XX ティックトッやってるティックトックやってるやってるやってるねインスタやってるこの辺かなあとはフォローしておいてほしいチャンネル大丈夫です大丈夫ですかはいじゃあこの三つをチェックしてもらってこれからのテッドの活動を目が離せないのでぜひぜひフォローしていただけたらと思いますお願い,いします,いいしすはいということでまた次回の放送でお会いしましょう peace peace o、okay! k